アビス、ジャパン株式会社は大阪市発祥。医療品を製造販売する会社で、現在は滋賀県を移しに本社移転。理由は代表の山根秀彦が非常な釣り好きで、いつでも釣りができるようにとびは湖畔に今日移したゆえで、ある。そのため現在は釣り具へも進出している。エビスジーンズは独特なペンキステッチのマークとデニム素材の 経年変化による色や風合いを特徴とし、日本の高級ジーンズブランドの代表とされる。1991年、山根秀彦の創業時はジーンズのみの展開であったが、現在では、スウェットシャツなどのカジュアルウェアからスーツ、靴なども手掛ける総合服飾ブランドであり、ゴルフ用品や釣り用品の企画製造販売も行う。山根は、 大阪アメリカ村の古着店ラピーヌの店長をしていた1989年頃、輸入品のヴィンテージジーンズのあまりの高騰により、常連客だった辻田美き春を誘って、レプリカジーンズの開発を手掛けた後、退社して1991年に独立、尻ポケットに白いカモメ状のアーチをペイントしたジーンズを売り出した。社名は、リーバイスから頭文字の L を取り、 神様のエビスとかけてエビスとした。山根のジーンズが雑誌で紹介されると月2000本ペースで売れ始め岡山に自社工場を持つまでに至った。1990年代半ばには海外戦略のためにイギリス人マネージャーらを雇いデビット・ベッカムや JZ など有名人が着用したことによって世界的に知られるようになった。1997年にはイタリア、 中国でライセンス生産を開始2004年にはパリに2005年にはロンドンに海外直営店を開いた。エビスジーンズはエビスの通称名で知られる。外見上の最大の特徴は通常は糸で縫われるヒップポケットのステッチをペンキでペイントしていることであり、この通称カモメマークと呼ばれるペンキペイントは大阪、梅田の古着店、 ラピーヌ在籍時に山根自ら考案した図案と手法であった。発売当初、ペンキステッチが回転率良いと小売店から希望され、次第にそのペンキステッチこそがブランドの代名詞へとなっていく。カモメマークは販売を始めた大阪の象徴でもあるエビス様に由来し、ペイント、リングステッチなど種類があり、ペイントは一点ごとに手書きで仕上げられる。 いくつかのバリエーションがあるが、太めのストレートは、基本的に1960年代のアメリカ製ジーンズの縫製仕様に準じ、経年により、セルビチデニム素材の色調と風合いが変化していく、ことが特徴とされている。初期のタブは、エビスとされていたが、ディーバイス社からのディーバイスと告示しているとの指摘を受け、現在では、アビスとおられている。韓国では、ウォルビ通称が、 日本のエビスジーンズの偽造商品を大量に製造販売しており、一節には年商50億以上の利益を上げていると言われている。カモメマークやデザインは日本のエビスジーンズのコピーであるが、生地の品質は日本のエビスジーンズと比較すると粗悪で、タグにはメイドインコリアの記載がある。日本のエビスジーンズスタッフによりその粗悪な素材と縫製が確認された。 日本のエビスジーンズは韓国にライセンスを提供したことはなく明らかなる模倣品である。しかしながら韓国内の顧客の大部分は日本のエビスジーンズと同じ商品群として誤認しており彼らに被害をもたらしているのが現状である。偽ブランド問題発覚後、韓国側のオルビ通商は韓国エビスのロゴデザインとライセンスをアンビョンちゃんから提供されたとしたが、 ビヨンちゃんによるとカモメマークは韓国の山からデザインし、エビスのデザインは韓国の人路上中のマークからインスパイアされたと回答している。韓国エビスは韓国国内に60店舗以上を展開、広告宣伝に韓国系アイドルを抜擢し、6ヶ月間の広告モデル契約を結んだ。2009年下半期には東方新規のリーダー、ユンホとファッションモデル。 キム・ミジョンを起用して大々的に広告展開を行っている。2008年11月25日、日本のエビスジーンズは韓国の裁判所において韓国のウォルビ通商を提訴した。それに対し韓国エビスはホームページを通じて韓国国内で販売されているエビス製品は法的な問題が全くないことをはっきりと 明らかにするとも法品であることを明確に否定し、日本のエビスとメディアに対し法的措置を取ることを明言した。なお、2006年には、韓国エビスは日本エビスとの商標権紛争で勝訴したことがある。これは、日本側のエビスジャパン株式会社が韓国で商標登録する前に、ウォルビ通商が先に韓国国内で登録した経緯からである。 エビス直営店日本国内41店舗エビス代理店日本国内約350店舗。ありがとうございます。